こんにちは、ゆうがです。今回はこのひばかりちゃんに餌やりをしていきたいと思います。はい。まあちょっと食いついてきますけど、なかなかちょっとキャッチできないですね。めちゃめちゃ可愛いですね。なんかチビちゃんがめっちゃこっち見てますね。いやめちゃくちゃ可愛いですね。そしてヒバカリはめちゃめちゃ餌を追ってますけど、ちょっとなかなか見つけれてない感じですかね。はい、見つけましたね。あ、惜しいですね。チビがずっとこっち向いてますね。めちゃくちゃ可愛いですね。はい、はい、惜しかったですね。今食いついたと思ったんですけど、なかなか。はい、食いつきましたね。はい、いや今回はなんか土壌をちゃんと食べてくれましたね。うん、しかもめちゃめちゃ早く飲み込んでますね。そう、今回はめちゃめちゃなんか餌に対する欲が強いですね。うん、可愛いですね。やっぱちょっと驚かせちゃいましたね。手が動くとちょっとびっくりしちゃうんですよね。申し訳ない。そしてチビがちょっと潰されてますね。はい、無事飲み込みました。今回はね、もうめちゃくちゃ餌の食いが良くて良かったですね。やっぱあったかいとちょっと活性が上がって餌食いやっぱ良くなりますね、ヒバカリも。まあもともと餌食い悪くはないんですけど、さらに餌食いが良くなって良かったです。はい、そしてチビがまだずっとこっち向いててめちゃくちゃ可愛いですね。はい、二人してこっち向いてめちゃめちゃ癒される可愛い、ひばかりちゃんでした。はい、ということでまた動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録高評価して、はい、まだ見てますね。また見に来てくれると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。はい、この子はもうベタ慣れなんで全然逃げません。